について伺いたいと思います。消費税減税、総理になったらあり得るのか、あと安倍首相の下で消費税2回上げたことについてどう思うのかということと、プライマリーバランスの黒字化、2025年度目標、堅持するのか、以上3点お願いします。コロナ禍ですから、プライマリーバランスについては様々議論をしていかなければならないと思っております。消費税を上げた、これは私も支持してまいりました。減税は上げますか、消費税減税ありますか。今のところ考えておりません。ありがとうございました。